高層出現の湧水の例、トロカビラ湧水は、地下水が地表に自然に出てきたもののことである。湧き水や泉、優先とも言う。大規模な湧水はそのまま川の源流となることもある。山間部に降った雨や雪が地表を流出せず、山滝部から湧き出すもので、地下水の水筒が地表よりも高く、かつその地下水が地表に出てくる。地質条件が満たされている場所において、 地下水が湧き出し、水が湧き出る。このような地形は、沢の谷が調ぶ、山地と平地の境目、大地や川なり南急の崖線沿い、線上地の末端、火山周辺の溶岩流末端などが多い。また、石灰岩等の炭酸塩岩類の洞窟は、地下水による侵食で形成されたものであり、現状においても内部に水流が見られることが多い。ことから、小乳洞の洞口も、 流水地点となることがある。気象条件、人為作用などにより地下水位が上下することで、湧出量が増減したり、時には枯渇したりする。しかしその変動は、一般的には、河川水におけるそれよりも小さく、得られる水量が、気象条件によって左右される度合いが少ない、言い換えれば安定した水資源となっている例が多い。砂漠では有水により、オアシスが形成されることもある。 中国雲南省の湧水、農業用水として利用される、現地住民が相互利益に配慮して管理しているローカルコモンズである。湧水は地表水に比べると安定した供給が見込まれることから、古くから飲料、洗濯、農業などに広く利用され、地域住民の生活や生業に深く結びついた存在である。 沖縄県のように河川の水資源に乏しい島々では地域住民が湯水を特に大切に利用、管理してきた。また、開発途上国にあっても、上水道が未整備な地域や安全な水へのアクセスが制限されている地域が広範に残っているために、湯水は井戸と並んで住民にとって大切な生活用水となっている。湯水の農業用水としての利用も広い範囲で、 行われている。近年では定位にある河川などの真水をポンプを用いて、組み上げて排水し農業を使用する場合が多い。しかし、行為に湧き出る真水は、量さえ確保できれば高低差を利用して、容易に排水することができる。そのため、湧水は、古くから動力を用いないで済む、農業用水として利用されてきた。ただし、高所に降った雨や雪を起源とする湧水は、 そのままでは農業用水としては水温が低すぎる場合もあり、この場合は湧き出た水を一旦池に溜めて水温を上げるという工夫が必要になることがある。このように湯水は伝統的に地域コミュニティの住民によって共有資源として利用管理されていた。しかし、上水道や農業用水路の整備、大規模な工業用水など地下水の組み上げ利用に 伴って、有水の利用、管理は地域住民の手から離れつつあり、そのために住民の参加しなくなった有水、水源の荒廃が危惧されている。こうした中で、地域住民を有水の利用者、管理者として評価しようという草の根民活論が注目されている。1985年に当時の環境庁が選定した名水百選。 および2008年選定の平成の名水百選は、そのような現状を踏まえ、地域の暮らしに溶け込んだ水資源のうち、地域住民等による主体的かつ持続的な水環境の保全活動が行われているものを検証する目的で選定が行われ、選定対象の大半は湧水であった。なお、湧水を利用した給水システムを江戸時代に完成し、現在に至るまで、 その維持活動が活発に行われている地域の水利システム、とどろき水源を利用した、とどろき泉道を持つ熊本県宇都市、秋田県三里町の六号有水群など、滋賀県高島主張港区には、弥生時代から存在していると言われる有水と井戸を融合させた川端システムがある。各所の有水で水の持ち帰りを行えるが、あまり大量の水を持ち帰るのは進められない。 湧水の大半は何の処理もされていない天然のものなので時間が経過するとともに雑菌類が繁殖し飲用に適さなくなるためである。寄ってくんだ場合はできるだけ早く使うのが望ましい。湧水地は見と目にも美しいため、静岡県の柿田川湧水や鹿児島県の霧島山麓、丸池湧水など有名な場所も多い。 湧水は地域とその歴史などから日本では古来から様々な呼び方がされている。これらには清水、おし水、生水、湯水,水、潜水、ドッコン水などがある。ありがとうございます。